こんにちは。今回のテーマは笑いでございます。まあ、笑いって言ってもね、面白おかしく笑うんじゃなくて、ちょっと人のことをあざけで笑うというかね、そんなわけねえだろみたいな笑いです。えー、前回の吉谷さんの動画で、まあ、願いっていうことでね、えー、話してくださいました。本当に願いがあるんだったら、いちいち書かなくったっていつも自分の思いにあるから、それこそ忘れることがね、買った時もないから、紙に書いたのを確認しなくても大丈夫だろうっていうふうに私は読み取ったんですけども、 そうなんですよ。常にそういうことを意識してれば、もうね、無意識状態でもそっちに向かっていくんで、いちいちね、紙に貼らなくてもいいんですよ。でも、なんて言いますかね、紙に書くってことによって、きっかけと、あとは客観的にそれが見えるっていうのは、大きな意味を持つことがあるんじゃないかなと思います。例えばね、受験必勝とか言ってね、受験生が、なんかこう、 書道でね、半紙に書いたのを紙に貼るとどうなるかっていうと、まあ家族の方はね、あ、そこまで気合い入れてやってるのかっていう風に感じると思うんですよ。うん、それから、うーん、部活のね、部室に、全国優勝、相模一校とか書いてあって、ね、打倒相模一幸って書いてあるサックスクールウォーズ。新入社員、新入部員が来ても、マネージャーが来ても、他の部活の人が来てもね、お、意思統一しとるじゃないか。 っていうう風に思うんですよだから結局意識を変える効果はあるんじゃないかなと思います書いて貼ることによってねで年商100億って書いてるのももしかしたらねこれ会長だけがね思ってることかもしれません年商100億とか言ってでも使われてる社員にとってみたら年商100億よりも俺の給料が100万になった方がいいよみたいなね年商100億いっても俺の給料ほとんど変わんねえんだろみたいなね そんな気持ちがあると誰のためにやってんだって話になっちゃいますけどもじゃあ掲げる目標がね社員の給料絶対に毎月100万っていうふうに会長が書いてくれたらどうですかねみんななんかワクワクしながらやるんじゃないかなと思うんですよだからそういうふうに書くことによってね得られる効果っていうのはあるんではないかなっていうふうに思う部分があるかなと。よざわつばさんも17歳の時に 自分が二十歳の時になりたいことを30歳の時に実現することっていうのをノートで細かく書いてそれで忘れた頃にまた見てイメージするみたいなことを繰り返したっていうのでえとシンガポールに行った時にそのね記録を公開してくれたことがあってあ与沢さんほどの人でもこれやってんだとか思ったことがあるんですよで私自身は紙に書いて貼るってことが別にないんですけどもそういう意味で言うとね紙に書いたってお前バカじゃねえなとか言って笑ってるところがあったのかもしれないけどもこうやって振り返ってみるとね あでもやってる人を笑うことできないなと。紙に書いた挙句それが満たされなくても書いた時点ではそうなろうと思ったその思いはあったんだろうなと思うんですよ。でも私は同じように思いがあったけども書かなかったですね。書かなかったけど行動したと言えればそうなんですけどもやっぱり。 書いて気合が入るんだったら書いた方がいいし、書いてきっかけがつかめるなら書いた方がいいし、でも書かないことによってきっかけはつかみにくいのかなと思うんで、大抵の人はね、書いた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、逆に、そんな紙に書いてね、叶うんだったら、苦労しねえよっていうんだったら、じゃあ、紙に書かなければ達成するんですかっていうふうなロジックもあったりしてね。うん、確かになと。 だから私は目を開けてもつむっても胸に刻むぐらいの強い思いがあればあ吉田さんが言うようにねわざわざ書く必要はないけどでも多くの人は自分の目標を忘れるんで忘れる程度の目標なんですよ忘れる程度の目標なんだけども書いて貼り出すことによって忘れる程度の目標が見れば思い出す程度の目標にクランクアップされる可能性があるんでだったら成功に近づくのかなという意味では あ今回のタイトルね、笑いって書いてるけど、笑えないなというふうな気もするんですよね。うん、いやーなんかね、願いね、なんでしょうね。確かに、まあ、会社に行けばね、年賞100億とかってのを貼ったり書いたりしますよね。でもそれをすることによってやっぱり建前は取れるのかなと思うんですよ。うん、建前。本心で思ってなくても、 あ建前としては、組織として向かう方向はこれなんだなっていう風にね。個人的には腹の中でね、笑ってるかもしれないですけどね、うん。何かで意見が分かれた時に、じゃあどっちの意見を採用するって時に、どっちがよりこの100億に近づけますかねみたいなところで、判断材料が常にある、判断基準が常にあるっていうのは、まあ使えるんじゃないかなっていうところはありますけども。まあでも燃焼100億ってね、うん。燃焼100億のために、 どんな事業をするみたいなのありますよね。だから10億の事業を10個同時に並行してやらないといけないってことですもんね。じゃあそのための人材いるんですかとかリソースあるんですかとかあ。ノウハウはどうでしょうかとかね。収穫方法は1個でいいんでしょうかリストはどのくらいありますかとかなってくると、うん、もっと頑張れなきゃいけんなってところが見えてくるのかもしれません。はい、まあ、どうせ笑うならね。うん、なんか面白おかしく笑いたいですね、でもね。なんか人をせせら笑うんじゃなくて。 ああ、おかしいみたいな感じで腹抱えて笑ってね、でみんなで笑顔で過ごしたいなというところでございます。じゃあ今日も一日、笑顔で過ごしてますかいってらっしゃい。